どうも皆さんこんにちは、ギョギョです。今回はですね、もう超しょうもない動画です。ババキンの動きが面白いということで、早速見ていきましょう。はい、アーチャークイーンのですね、レベルを上げるために、なんかダクエリがあと90ぐらいが必要だったんで、ここのダクエリを取るためにですね、少量のババアーチャーで行きました。まあ、一般的な感じですよね。そこで、このババキンの動きに注目していただきたいんですけれども、さあこの敵のババキンが来てですね、ここでアイアンフィストを使ったんですけど、見てください、いきますよ。てて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 てこれだけです。これだけです。これだけを動画にしたかったんです。はい、なので今日は2本あげます。さよなら。